さあ、今日はね、今これは綾部駅の前やね。これからちょっと役所に行って、境界線やな。境界線を確定してもらわなあかんので、そのためにちょっと役所に行かな。いよいよキャンピングカーを、受け入れるべくや。受け入れるべく土地やな。境界線決めて。で、車が水浸しになれんための作戦をちょっと練らなあかんのですよ。はい、業務だから工事やな。キャンピングカー入れて、車もだから水に浸かれへんっていうのを、水に浸からなくなるための工事をするために今